どうも、耳鼻科医の中西遥です。この動画では私が行っているサーファーズイヤーの手術についてお話しします。サーファーズイヤーというのは外耳道、つまり耳の穴の骨の病変です。サーファーによく認められるものなんですけれども、長年の冷水や冷風によって外耳道が繰り返し冷やされると外耳道の骨が増殖して耳の穴がとても狭くなるということがあります。たまに誤解されていることがあるんですけれども、サーファーズイヤーは軟骨ではなく骨の病変です。手術は狭くなった外耳道の皮膚を守りつつ、いかに骨の病変を取り除くかということが課題になります。私が行っているサーファーズイヤーの手術には2つの特徴があります。まず1つ目ですが、通常耳の手術は耳の後ろ、ここをですね、切って行うことが多いんですけども、私のやり方では耳の穴から、とても小さな切開で行います。もう1つの特徴として、通常の手術で骨を削るためにドリルを用いるんですけども、私はサーファーの手術ではドリルは一切用いません。その代わりに、3つの特徴的な道具を使います。まず幅が1ミリのとても小さなのみです。そしてそののみを叩く時のハンマーなんですけども、これも音が小さな消音ハンマーを使っています。それからキュレットといって小さなスプーンのような道具で骨を削るんですけれども、そういう3つを使って行うんですが、こういう手術法というのはアメリカのダグラス・ヘツラー先生という方が開発されました。私は2012年にダグラス先生から直接このやり方を学び、現在までにおよそ150名のサーファーの手術をしてきました。ほとんどの方が両側の手術をしてますね。およそ300件ぐらいの手術件数経験があります。欧米の方に比べてアジア人というのは耳の穴が狭いので、手術法を繰り返し改善してきました。現在では私独自の切開法を用いています。この手術のメリットは大きく3つあります。まずドリルを使いませんので、騒音が出ないために耳に優しいということです。聞こえの神経を傷つける恐れが少ないということになります。それから鼓膜のギリギリまでサーファーズイヤーの病変を除去がをすることができます。この手術を受ける方というのはサーフィンを続けていかれる方ばかりですので、初回の手術でしっかり病変を除去するということが大事だというふうに考えています。つまり初回の手術で処理の難しいところを残してしまうと、後々再発があったような場合に、取り扱いが難しいような耳になってしまう可能性があるからです。3つ目の特徴として、皮膚をきれいに残せるために治りが早いということがあります。また痛みがほとんどありません。さらに、手術の負担が軽いので両耳同時の手術というのが可能になります。この手術のデメリットとしては、やり方のデメリットですけども、狭い耳の穴からの操作になりますので、ね、慣れてないと操作がちょっと複雑で難しいということがあります。また専用の道具が必要になりますので、私の場合はサーファーズイヤーの手術に合わせたオリジナルの道具を開発して対応しています。注意しなければいけない特有の合併症2つについてお話しします。まず1つ目は鼓膜穿孔です。鼓膜に穴が開いてしまう状態のことなんですけども、注意して行えば、生じる危険性はとても低いです。しかしながら、鼓膜ギリギリまで病変を除去しようとすると、いくらかの危険性があるということになります。私は前任の大学病院時代に年間およそ100例程度の骨質形成術に携わっておりましたので、万が一の際にも、手術中速やかに対応することができます。2つ目は顔面神経麻痺というものがあります。外耳道の近くには顔の動きを司る顔面神経というのが走っておりまして、このように網の目のように顔に分布しているんですけども、外耳道の骨を削る作業で顔面神経を傷つけると顔半分の動きが悪くなるということが起こり得ます。私は外耳道と顔面神経の距離についての基礎研究の経験があります。安全な手術のやり方についてオリジナルの方法論を持っています。概要欄に論文のリンクを貼っておきます。最後に手術のスケジュールについてお話しします。手術は全身麻酔1泊2日で行います。手術後は出血を止めるために耳の中にガーゼを入れておきます。翌朝にはそのガーゼを抜いて聞こえも正常にしてお帰りいただくということになっています。痛みはほとんど感じないという方が多いです。傷から少し浸出液が染み出したりするので、退院の翌日に経過観察をお勧めしています。サーファーであれば手術後いつからサーフィンができるようになりますかということが気になると思います。通常は術後10日から2週間ぐらいでサーフィン再開ができます。ワイプアウトしない上手なサーファーであれば相談してもう少し早く復帰していただくこともあります。この手術はどういう方に勧められるかということについてお話しします。サーファーズイヤーで何らかの症状が出ていらっしゃる方で、なるべく早くサーフィンに復帰したい、あるいは両耳の手術を一度に済ませたいという方、あるいは再発して症状が出ないようにサーファーズイヤーの病変をしっかりと除去したいという方、水抜けが良くなって気持ちよくサーフィンができるようにしたいという方、そのような方に良い治療法かなと思います。大変ありがたいことにサーファーの口コミで全国から多くの方に治療に来ていただいています。
治療を考えの方は概要欄のリンクからご連絡ください。ご視聴ありがとうございました。